こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはモリルーク、サファリバージャン。ちょっとタイミングが合いません。ダッシュよく飛び出してモリルーク鼻に立ちます。その後ろからはウィンドコート、この馬も上がっていく構えです。さらにはケーフネプチュン、16番ダンシングバースト、その後ろケアレスモントレー、後方からの競馬。前に戻りましょう。先手を取ったのはケーフネプチュン、その隣にモリルーク、その外にダンシングバースト、サファリバージャン、それに続きます。内からはマッハナディア、好位置をキープしています。カワチソレイユ、青の帽子レインボーメイド、その後ろフラシャトル、すぐ後ろ並んで6番エイシンセンサー、レディープロスパー、この馬もこのグループ。すぐ隣にアラビアヒッター、ハーモニーフォー、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでダンシングバースト先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手はサファリバージャン、 KF ネプチュン、3番手カワチソレイユ、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はカワチソレイユ、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 カワチソレイユ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。カワチソレイユ先頭、ケーフネプチュン迫る。2頭がほぼ同時に突っ込んできました。カワチソレイユ、ケーフネプチュン、大激戦のゴール前。これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はエイシンワシントン、エイシンワシントン先頭、あと 200m、 エイシンワシントン先頭だ。残り 100m、 カワチトリビュート抜けた。カワチトリビュート、もう一伸び。カワチトリビュート、カワチトリビュート1着、2着にはどうやら日本ピロプリンス。これが G1 馬だ。カワチトリビュート、
マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のジェニュイン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。オフサイドトラップ前に行きそうです。オフサイドトラップ競りかけていきました。待機ブリザード好位をキープ。内からはオータムリーガル、その隣に桜将軍、その外にジェニュイン、その外から鳥海キャロル、これに続くのが名将レグナム、並んで10番バラードタワー、その後ろからは桜チトセオ、これに続いて石庭竜王、すぐ後ろにアイルトンシンボリ、ピンクの帽子エアダブリン、その後ろ北斗ベガ、それに続いています。大きく離れましたゴールデンアワー、そしてやや離れてゴールデンアイ、しんがりから LA ウィン、 1000m を通過しました。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。一番人気の待機ブリザード、現在先団に取り付いています。さあ先頭は河内立男、二番手は待機ブリザード、絶好の手応えです。待機ブリザードいい位置です。先頭を捉えにかかります。河内立男先頭、オフサイドトラップ先頭、二番手は河内立男、懸命に追いすがります。ロイス&ロイス頑張る。残り 200m、 オフサイドトラップ先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手は待機ブリザード、オフサイドトラップ1着、オフサイドトラップ完勝、オフサイドトラップ1着、2着は待機ブリザード、これが世界を制した実力だ。オフサイドトラップ